実家に年賀状送ったにもかかわらず返事が一向に返ってこない。こんばんは、ライバルです。本日もポケモン対戦の方やっていこうと思います。まあ、昨日とパーティー変わんないんですけど、昨日の続きなんで、まあ、多めに見てもらえればなと思います。これサメからでいっかな。ゲンガーから来そうですね。サメから入って、まあ、マンダと対面したら、マンモに裂いて最後電磁で抜くって感じで多分いけると思う。対戦よろしくお願いします。サザンはね、出し負けですね、完全に。サメ肌てか裏、これサザンドラ受けれないんだけど、流星群とか打たれた日には大丈夫かな。これ普通に守ってるけど、別にサザンドラに対して打点があるわけじゃないからな。余裕で突っ張る気満々ですよみたいな感じ。これサメ捨てるわもう受けれないんでサメ捨てます。噛み砕くって、まあ言うて顎補正あるし、まあ、結構入んじゃね。一級、まあ、3分の1ぐらい削ったら上出来。あ、まあ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 、かわさない？ひょい、死ぬわ、これ。これ一撃で死にます。さよならサメちゃん仕事量これだけだけど、でこっからだよな。 C2 段階下がってるから、いや電磁目出してってもいいけど、いやマンムーだな。ステルスロック巻きます。今年何もお正月らしいこと、本当におみくじ引いたぐらいしかしないわ。なんかお餅とか食べたいですね。3年ぐらい食ってないけど。これ強すぎない？多分メガネですよね。強すぎワロタンゴなんだけど。ステルスロック巻きます。でここはつぶてでいいかな。お正月って日本って家族と過ごすみたいな風習あるじゃないですか。結局おせちを食べたりお餅を食ったりするのってあれファミリーイベントじゃん。だから僕みたいな一人ぼっちの人にはよくよく考えれば縁のない話でしたね。これやばくない？あのサザンドラに流星雨打たれてるだけでこっち崩壊してんだけど。でも大丈夫、僕の裏にはこっからひっくり返せるポケモンが一匹存在する。だここは S 上げるために催眠打ちます。流星雨打ちまくってるから、まあ、突っ張ってきたとしてもそんな大したダメージにならないでしょ。強いちょっと痛い、いけ。まあこれは、あでもこれ当てたらここホタルビー詰めんのか。ウェイ催眠ウェイ当てろ。こいつマジ当てないんだけど、ポンコツ。昨日からさ本当に当てないんだけど。まあこれで S 逆転してるんで10万ボルトでサザンは殺せる。ビーストブースター。僕の電磁目のニックネームここでみんなに紹介するわ。めっちゃ可愛くないこれ催眠当てるように願いを込めてこのニックネームにしたんだけどな。うわ、さっきさサザンに催眠当ててたらホタルビー積んで無双できてたじゃん。こいつギルガルド眠らせるしかないから。さっき外したし昨日も外しまくってるから、そういい加減当てろよ。ウィー、まあ、催眠当てたら勝てるんだよなこのゲーム。ギルガルドは飛ばせないのでホタルビ積みます。オラ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 、行くぜウェイちょ起きんなよ。よーし、いいね。まあ3対1からの状況ですらひっくり返せるんですよね、この電磁目というポケモン。まあさすがに C3 段階上がったし、電磁目の C だったらギルガルド飛ばせるでしょ。ワロタ、あ、そうか、ビーストブースト4段階上昇分になってんのか。これも相手止めらんなくね。色ラブボバンダ、まあ、こっち S も1段階上げてるんで10万打って終わりよ。さようなら、対戦ありがとうございました。はい、クーザさん対戦よろしくお願いします。はい、これも催眠打って終わりっすよ。樹木刺さってるから出すとして、まあ電磁木マンムーサメでいいかな、いいと思うんですけどね。いやでもジワコイルから来るとめんどくさいか。マンムー電磁木サメ肌でマンムーでステルストロック巻いて、多分電磁木催眠打てば全員殺せるんで、まあ、あとはラスト抜いてくれそうなサメ肌、いやミミッキの方がいいか、まあ、サメでいいか。はい、
再戦よろしくお願いします。ポリゴン2、あ、大丈夫です。ポリゴン2は問題ありません。マムはもう捨てます。催眠打って殺す。これ考えてなかったけど、今思えばこれトリックルームの可能性あるな。あ、でも毒は多分ないかな。毒は取りるなさそう。これ再生のタイミングで樹木投げたいですね。あ、てか吠えるでもいいな。吠えるか、吠えよ。やっぱ交代読み、まあ、毒巻いてたらマンムー殺せるしな。うぅー、吠えるガチャ。ミミッキュ、とりあえずミミッキュがいるということはもう分かりました。で、ここ多分ポリ2バックだと思うんだけどな、個人的には。ミミッキュのバキの皮割っときたいな、でも。割れるものなら割っときたいよね。まあ、普通に考えたらポリ2バックだと思うけど。まあ、剣舞だったら、あれだったわ。つぶて打てばよかった。バキの皮剥がしとけばサメで処理できるようになっちゃう、なるから。吠える打っちゃった。ポリ2、どうせバキの皮取っとくあれで、ポリ2に下げてくるだろう、読みで。どさえ。どさえ下げるポリゴン2。とりあえず3体見えたな。なんか吠えるだけで相手がなんかゴリゴリ削れていくんだけど。いや、ここミミッキー引いてほしい。吠えるガチャ、ここミミッキー引いてほしい。お願い、マンム。うぅー、まあ、多分泣き声したんで、気持ち込めたんで、ミミッキュ、よーし。やっぱね、気持ちは込めなければね、願いって叶わないんですよね。やっぱ願うのと願わないのだったら、全然願った方が、ね、あれだから。で、ここ吠える連打してるから、相手多分ステロダメージ蓄積されてたくないはずなんで、ここ多分ミミッキュ突っ張ってくると思います。よし、オッケー。ポキ？これもうマンムー死んでいいけどな、個人的には。耐えやがったこいつ。あ、まあでも毒に死ぬから大丈夫か。だからこんだけ削っときゃミミッキももう10番で処理できる。いやでもここは出せないな。フェアリー Z とかあったらめんどくさいしな、電磁木から入って。サメからですね。相手のミミッキが陽気だった場合、いや、別にここ加速する必要ないな。相手のミミッキが陽気でもサメの方が早いわ。え、ポリ2これ飛ばせない？え、待って、やばい！加速！加速ポリゴン2やばい！やべ。あ、これもしかして、やばば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 ばい。ちょ、いけいけいけ！残血！完全に言いたいだけの病気にかかってる。ステロ2回入れてるしさー。まーい。いけるこれ。いや。ギリ、頑張ったらいけそう。頑張れ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 、はっ、無理じゃねえかよ。加速するんだが相手のポリゴン2、ここからやばくね。やべ、止めらんねえ。電磁目に下げます。とんでもないことにならないうちに、早めにね。まあ、だよな、再生連打だよな。うわ、ギリ足りなかったか。サメアナ火力、いや、サメアナが火力ないのか、ポリゴン2が硬いのか分かんないけど。抜かれてるー。加速されまくったから抜かれてるんご。いけ、そい、催眠ウェイ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 、当てろ。もう催眠術ゴミ技じゃん。誰が幸せになるのこの技。撃たれた方もさ、撃った方も別に幸せにならないしさ、撃たれた方も幸せにならない。もう誰がさ、一体この技は幸せにでき、10万ボルト撃っちゃった、催眠じゃなくて。え？なんか、間違えて、A ボタン連打してたんですけど、なんか刺さりましたね。押しミスウェイって感じだ。だ、マンムを殺すために搭載したエナジーボールだったけど、思わぬところで役に立ちましたね。こいつは殺せます。ウィー、さすが4倍だし、 C1 段階上がってるし、直キでも貫通。
この催眠打たなくても OK になったぞ。C2 段階上がったし。対戦あり、ノアさん対戦よろしくお願いします。これ絶対電磁目で全員殺せるなと思うけど、だけどどうなんだろう。まあ、万無からかな。万無電磁目。まあ、あと1体はテテフに対するケアが甘い気がするので、いやーでも、万無電磁目サメ肌は、ヘローチナメ好きだよなぁ。ヘローチナメ、いやまぁいっか。いや、ミミッキュかなぁ。ミミッキュ。なんか下手にそんなになんかサメにこだわる。いや、サメだね。はい。ヘローチェ、まぁ別にこれはいい。でも僕、ヘローチェって多分万無の助け警戒すると、ここって膝から入れないはずなんですよね。だからトンボ返り打って、後ろに緩いサイクル回してくるはずだから、ステロマ行きます。確実に膝からは入ってこない。膝打つんか、あい、死ぬかな。やばくねこれ。絶対膝打たないと思ったんだけど。だってさ、僕のサメハラーってまともな打点フェローチにないんだけど、なぜか膝打って死んでくんないかな。やだよなー。頼む、何かの間違いで、何かの間違いでフェローチ死んでくれ、噛み砕くで。弱っ。でもギャラドスいたらトンボ帰りからギャラドス出したと思うんだよな。ギャラいないんかな、大体出てくる。これいねえな、ギャラ。ここでジバコイル投げる意味ないもん。風船はうざい。噛み砕きます。サメは十分やってくれた。で、問題は、ここから電磁目出して催眠を打つかどうかなんですよね。ホタルビは一回詰めるんだよな。てか、相手の裏をなんて読むか。別に下手に催眠打って、磁場コイルに攻撃、外して、磁場コイルに攻撃の試行回数、稼がれんのもだるい。タスキは多分、フェローチが持ってるはずだから、まんべんタスキじゃないんだよね。どうしようかな。いや、催眠打つか、催眠打つべ。うん。テレグとかまで考えると、催眠打つ、いや、でもまんべんだと思うんだよな。あ、じゃあここ、ホタルビでいいのか、まんべん読むんだったら。これで直切るも大丈夫でしょ。ラスカは大丈夫。催眠は打ちません。もうラス1テテフは切る。ちょ、テテフやめてね。4段階上昇してるから直帰でも貫ける。くっそー。いやースカーフじゃなかったらまだ勝てる。さよなら。いいっすね。僕こういうパーティー好き。いや、自分で使うことは多分あんまってかほぼほぼないんですけど、相手するのは僕こういうガルーラ入りの王道スタンみたいなやつ普通に好きですね。まあ他の人はどうもわかんないけど、まあ、僕的にはまあ別になんか結構さ、これも結構何回か言ってるんですけど、まあガルーラじゃなくてもいいんですけど、なんか中パばっかで面白くないみたいに言う人いるけどさ、レートとか上位とかだとさ、結局、でもそこに勝つことに楽しさを見出してる人もいるから、例えば僕とかもそうですし、まあ僕はなんか普通に今は結構割と真面目なパーティー使ってるけど、進化前ポケモンでガルーラ殺すみたいな動画上げてた時期もありましたから、まあ楽しみ方って人それぞれっすよね。ルカリオ全然出せねえ。これも絶対サメからだしな。で、裏にマンムを置くでしょ？サメからとりあえず入って、ガルガブが来た時の引き裂きとしてマンムを裏に置いとく。で、ラストがどうだろうなって感じだなぁ。いや、ミミッキから一番汎用的なのは。再戦よろしくお願いします。全然、本当に、ビビるぐらいルカリを選出したいんだけど、ガルーラか。ここはマンムに下げます、そこで。すげえ、ラブボーガルーラか？ちょ、ファンタグレープ飲んだ。やっぱジュースってうまいっすよね。最強飲み物だわ。ここ猫男子が一番美味しい、個人的には。一番美味しくないのは自信。
てか、でも接触技だったらもう捨て身でもいい。とりあえず自信、なんだろう、猫が一番その中でも最も美味しい。あ、捨て身はまあまあまあ別にいっか。まあまあ別にいい。強すぎない？これ絶対意地っ張りだろ。なんだこのポケモン、誰だ？ガルーラが弱体化したとか言ったやつは。誰だよ。全然。いや、相手捨て身だよな、ここ。まあ、だよな、ワンチャン交代してくるようでステロマいたんですけど、まあ、特にうまいように機能はしなかった。普通にガルーラにさ、殺されてんだけど、こっち。いや、つぶて打ってたら一石それてたのか。いや、まあ、でも、それを言ったところでって感じだし。てか、ここは守るおっしゃったけど、ここの守るは完全にプレミですね。相手のガルーラ火力的に多分意地だから、ここ別に守る必要なかったんだよな。うん、普通に、加速するにしてもメガ進化せずに神科学で良かった場面だから、ここは本当にプレミした。でも、かぐやにサメ肌めっちゃ投げてくる人多いけど、そいつ別に対マンでサメ肌に勝てないからな、言っとくけど。はぁー残血いい加減そろそろやめないと怒られる可能性がある。これさっき神砕く打ってたら、こいつ、鉄火具屋に対して B を下げる率が尋常じゃない。食べ残しでしょうね。まあ、こうなったら多分ガルーラ切りだろうな。まあ、守ってガル切りが、相手的には一番無難なルート。まあそうなるよな。相手のラスト試合なんですよね。鉄火ギアの裏は多分サメ肌は鉄火ギアに殺されるんですけど、このままだと。いや、あれか、あのパルシェンだったら負けか。でもパルシェンの可能性が一番高いんだよな。ここ急所当ててくれてもいいっすよ、サメさん。よし、オッケーよく、まあ許す。全然よくやってくれた。あ、これ多分あれだから、身代わり守る宿り放射みたいな方 でサメ肌に対してマジでやることないんだろうな。2連守るされたらブチギレマンモスで、まあ、だよな。ふざけんなよ。し、何このポケモン考えたやつ。鉄火具屋とかいうポケモン考えたやつ誰。ちょ、クビにして、このポケモン考えたやつ。ちょ、2連守るいや、マジで誰。この2連守るされてるのとされてないのってのはマジで大きな差があって、相手の裏がパルだった場合、これ2連守るされてなかったら破りつぶて耐えたんですよね。これで耐えなくなっちゃったから、おもんな。え、このゲームおもんな。急所で殺してもおかしいじゃん、こんなの。おかしいよこれ。いや、でもガルカビアでしょ。てか冷静に考えたら、これ相手の裏パルだったらさ、ルカリオ舐めすぎ問題でしょ。だったらパルの可能性、そう考えるとパルじゃなさそうな気がしてきたな、シャドウクローで。まあ、さすがに落ちると思います。この影は結構柔らかいし。うん。よし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 、危ねえ。でもこれサメが普通に鉄火影が突破してたら、そのままテテフまで持ってってたな。え、硬くね、相手のテテフ。シャドクロ急所耐えるって絶対これ H だからな。マンダの捨て身体調整とかやってんのかな。やたら硬いんだけど。対戦ありがとうございました。うおー、いいね
いいっす。いやー僕マジでガルーラ大好きだから、ガルーラを殺すためだけにこの世界に僕生まれてきたからね、めっちゃ嬉しい。このままもっとガルーラ増えてほしいわ。というわけでどうしようかな。これは結局、あーこれは別にさ、いやでも相手のガブがスカーフとかあったらサメなんだよな。ルカリオからでいっかな。いやでもルカリオから入った場合って本当に相手のギャラドスに対するケアがマジで効かなくなるから、ルカリオから入った場合は絶対ガブのケアしなきゃダメだから、裏マンムーかカイリーはいるくて、ルカリオからでいいや。多分ガルーラから来るから、ルカリオマンムーラストミミッキかな。いやデンジョ、いやミミッキュ、よーしょっけー許さねえ、絶対に殺す。ここでミミッキーいますかね、ここが、まあインファでいっか、ギャラかミミッキーだと思いますけどインファ打ちます。猫かこれ、それとも引けなかっただけか。うわっ、昔は同族対決に怯えてたが、今はそのようなことに怯える必要もない、叩き潰す。光を出してよかったな。猫もう殺させてくんない、ここでウィースさようなら。あー気持ちいい、よみがえる、あの時戦いの日々の記憶が。ミミッキュかー、ルカリオに出せないんでしょう、うん、ルカリオはまだ取っときます。ここ剣舞はさすがにヤンキーだと思うけど、うわ助けだったらまっしぐるかなと思ったけど、まあ特に問題ないです。ここの剣舞はなんか助けっぽいんだよな、動きが。でとりあえず化けの皮剥がして助けも潰します。ポキッ、いや別に当たっていてもよかったけどね、特にうんステロで。一旦猶予もらったし、そう当たってても別にゴツ目で耳削れてバレットで縛れるようになってたから、まあ、ゴツ目2回入れたらさすがにバレットで飛ばせる。コケコだったら、ミミッキが残ってるんで、まあ、ほぼ勝ちですね。王道を行く電気セット。いや、さっきバレット打たなかったのミスかな。さっきバレット打ってたら、これ、シャドウクロプラス影打ちで落としてたし。ポキッ、とりあえず10万で麻痺はしませんでしたね。シャドウクロ9射当ててくれてもいいよ。オッケー、対戦ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。まず前回の動画でアブリーに紙砕けより地震の方が入るって言った件なんですけど、アブリーってポケモンは虫フェアリータイプなんですよ。その虫フェアリータイプってのは紙砕く悪技も半減ですし、まあ地震、地面技も半減なんですよね。だからあそこの画面は僕地震の方が入るって言ったんですけど、正確にはまあ紙砕くの方が、地震と紙砕く比べたら紙砕くの方がサメ肌が打つ場合は威力が高いんで紙砕くの方が入るんで、あそこの選択は間違ってなかったんですけど、まあなぜ地震の方が入ると言ってしまったのか。僕ね、アブリーというポケモンが大ポケットモンスター三分上の中で一番嫌いなんですよ。理由は言わないんですけど、嫌いなポケモンだからアブリーっていうポケモンのことを理解しようとしてなくて、虫フェアリータイプだということをその時完全に忘れてましたね。他のゲームをやってみたらとか、なんか他になんかやってるゲームありますかみたいなコメントあったんですけど、僕ね前もねポケモンやってる時とかもまあちょくちょく他に何回かゲームをやったことあるんですけど、でも本当にすぐ終わるゲームしかやったことないし、なんかポケモンみたいに長続き
できるようなゲームって、まあ、他にも探したらあると思うんですけど、本当にでも基本的には僕ポケモン一筋で、まあ、現在進行形で他にやってるゲームがあるとすれば、まあ、シャディーバースぐらいですね。まあ、でもそれを動画とかでやる気はないし、まあ、気が向いたら生放送でやるかもしれないっていうレベルぐらいなんで、まあ、期待はしないでください。もう顔出しやめたんだな。あのね、カメラ買ったらまたやります。カメラ買ったら僕が鴨川の近くに住んでるってことは皆さんご存知かもしれないですけど、あの鴨川を渡ってみたみたいな動画あげるからよろしく。お前なんで好評が増えたの？え、これ確かにそうなんですよね。僕がポケモンノイを最初始めたのはポケットモンスターオメガルビアレファサファイアなんですけど、まあ YouTube で上げ始めたのはですね、その時って本当に高評価と低評価って、高評価6の低評価4とか、もうひどい時にはなんか5対5とかあったんですよ。でも今って本当に圧倒的に高評価の数が多くて、なんでこうなったんだろうなみたいな。まあ、僕は別に嬉しいんで、それはそれでいいんだけど、僕がなんか世界に認められる時やっとやってきたって感じなんですかね。はじめ社長、ポケモンの厳選してるってツイッターで言ってたよ。あ、わかった。ちょっと今度速攻ツイッターでポケモンのつぶやきしといた時に、速攻でリブ返して、ちょっと、コンタクトを試みるんでよろしくお願いします。今日はこの辺にしときます。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。